長野県知事安倍さん小泉激怒って小泉一馬のいちゃーんにゃーというわけで皆様の議員小泉一馬長野市議会議員です今日ちょっとねオレンジ着てくるの忘れちゃってしょぼしょぼしてますけれどもいきますよ今日のお題。 長野県知事安倍さん、小泉激怒ってちょっと最後は優しくなっちゃいましたけどちょっとね、最近ね、安倍さんのやってることね、おかしくないかなってちょっと小泉、そんなこと思うようになりました。あのね、えーっと、県議会もね、9月議会なのか10月議会なのかな、あの県議会は終わったんですけど、そこであの例の台北森林組合の話、皆さん知ってますよね。 あの台北のタイは大町で北場あの北安住ですよでなんか大北森林組合とか言う人いますけどあれ台北ですからね皆さん台北森林組合が、うん、長野県庁をだくらかしてね補助金をぶんどってそれでなんかちょっといい目に見てい,い目見てたねみたいなお話あるじゃないですかほんで長野県庁も長野県庁でそれ見抜けなくてね もう補助金国から来たのダダ漏れでそのまま「はい中継ぎ中継ぎ」ってやってて全然チェックもしなかったねっていう話ありますよね。ほいであの小泉ちょっと最近おかしいな安倍さん思ったのはねここにもこれあるけどこれちょっとね読みますとね「知事答弁聞いてないのか」って逆ぐれしたっつうんですよあの県議会で不正受給の質問に切り返すと。 でねこれあのー、県議会の議員さんが質問したとそしたら県職員の義務批判があった極めて由々しき問題だと再三言っているとした上でそうしたことを県が認めていないかのような質問をされるのはいささか今までの答弁を聞いていただけていないのかと残念に思っていると何度も同じこと聞くんじゃねえよと言わんばかりの知事答弁があったという。 そういうい報道がありましたこれ読んでねちょっと知事おかしくねえかってそれはねまあ何度も何度もそれの同じようなことを聞きますよこんだけの問題なんだからだからそれにね丁寧にその度答えなきゃそれが知事さんの仕事じゃねえですかって思ったんですでねあの今頃こんな話するのはちょっとあれだけど俺もね9月議会あの例のね富士通の指名停止直前駆け込みで 随意契約1億1500万円っていう件がなかったらあの飯綱町議会にねこうしようかと思ったんですね飯綱町議会の寺島さんっていう議長さんが長野県議会にねののの飯綱町議会全部まとめちゃって意見書者の要望書出したのかな百条委員会作ってきちんとこの件ね調べろよって県民は怒ってんだよってことを言ったんですよで俺もその動き知ってたから その要望書のね案文なんか手に入れて俺もあの当時経済文教委員会で農林担当だったからこれじゃちょっとあの経済文教委員会で出してえ長野市もねからもこれ出そうかななんていうことを考えたんだけど。 まあ、富士通のね談合しちゃって指名停止でその指名停止も敬愛化しちゃって駆け込み意契約長野市が1億1500万円の話が出てきちゃって長いですねこれもねだからそれどころじゃなくなっちゃったっていう話があったんですよねでもこれねやっぱしおかしいと小泉さんもっと県庁職員としてね思ってるんですよねやっぱこれねやっぱ県の職員もねこれおかしいじゃねえかって言ったやつは絶対いると思うんだけど ででもそれは、ね、正論が通んなかったんんだと思うんですよねで小泉一馬も元県庁職員として長野県庁の不都合な真実とか書きましたけど全く変わってないよね県庁のその文化性っていうのを今回ね思い知らされましたでねこんなデカデカこれ知ってるこれ知らない新聞県の責任と加算金返還補助金の91%が対象で加算金がかけられちゃったらさ 3, 3億5,000万ですよ 3億千万ですよ加算金って何だかっていうと県がね国との仲立ちして台北森林組合に補助金くれてたわけですよそれがちゃんと監督してなかったから返せって国が言ってくるわけですよで県は分かりましたって台北森林組合から補助金引き上げるじゃないですかそれをそのまま返せばいいんだけれどもその金返した金額の90% 県が責任あるからお前罰金払えと3億5000万円払えよってそういうことなんですよ。ほんで県がね本当にやるべきことしっかり真面目にやってチェックもやってここおかしかったよねこれ払えませんよってことをね台北森林組合に対してやってれば国そんなふうに怒んないんです。この3億5000万っていうのはね 県庁が怠慢こいてたばっかりに我々県民が払わなきゃいけなくなってしまうというお金なんですよ、さ5000万これね、本当にこの記事見てて、ね、頭きちゃったんですけど、これがね9月13日の記事ですよ。で、さっきのね、おめえ何聞いてんだって、<laughs> 県知事が逆でした、逆気でした答弁は9月20日ですよだからこの。こんだけのことがあったのに、全然反省してないんじゃないのっていうことを言われても。 しょううなんんじゃねえかなと思うんですよねでこうちょっと読んでみるとね林野庁も頭きててお金を返したからといって終わりではならないって林野庁の職務は言ってるらしいんですよで補助金適正化法に基づけば県が適切な検査をしたのに補助金を受けた森林組合などの不正を見抜けなかった場合国は加算金は貸しませんだが今回は国が返還を命じた補助金の91%が加算金対象となっています県が必要な 現地調査をしなかったでね林野町のお役人はこうも言ってらしくて「<laughs> 悪人に騙されたのなら仕方がないな県の不正には正直ショックを受けた」と言っていますお役所はねあのお国は県も一緒になって悪さを超えてたってそういう認識だから加算金をはけてきたっていうことなんですよ <laughs>、ね、繰り返し言いますけどね3億5000万っていうのは我々の税金ですよ 皆さんが額に汗して払いたくもねえのにね給料か勝手にさっぴか勝手にじゃないけどさっぴかえちゃってああ今月もこんなに控えちゃってるねってそれがそこから出されてるんですよ3億5000万でね皆さん考えてみてください私たちが例えば交通違反するじゃないですか長野県警察交通違反だからって切符切りますよねはいっつって俺でもなってあすいませんっつって払うでしょおとなしく子羊のように長野県民 県に対して払うじゃないですかそれをね俺これちょっと罰金払いたくないから県庁代わりに払ってって言ったらどやされるでしょだけど同じことを県庁はやってんですよ我々県民に対して県庁のね怠慢で3億5000万円国が罰金貸してきたわけですよ <laughs> 県庁の人は自分でで払えばいいいじゃないですかだけどちょっと俺たち県庁の職員だから払わないから県民ちょっと払ってねって。 そんなことがあっってていいいのかってね思いますでね、これあのーでもね、記事なんですけど、よいしょ、まあ全部でね、11億1700万円払ったらしいです。これ返せって言われたから。で、このうちのね、90%が県がしっかりしてなかったからだよっていうことで、ここに3億5000万、これ,これ3億5300万円、これ加算金ですよ。で、さらにね、 県が組合だよね返還請求できないと判断した補助金3600万円っていうのこれもあるんですよねこれどういうことかっていうとだこのこれ以外は退職森林組合に返せって言って返してまたじゃあそれをそのまま国にやればいいんだけどそうじゃない部分もあるんですよ県の本当に不届きな部分っていうのが3600万円あるんですよねこれだから退職森林組合の返しでもなんでもなくて県が 間違って払っちゃったって感じもあったってことなんです。これだって我々の税金ですよ。あれね、あの、この件ね、本当にね、あの、あれあれどこ行った、それでまだあるんですよ、それでね、あの、この。件ね、フォローしててね、何なの、それって、分かんなくなることがあって、新聞読んでてね、出てくる言葉がね。行き過ぎた助言っていう言葉が出てくるんですよ。 で行き過ぎた助言のは何かっていうと県が調査委員会を検証委員会を作ってそこでねリポート書かせてそこに出てくる言葉が行き過ぎた助言っていうのがあって例えばこの産経ニュースなんかでもね行き過ぎた助言が組合側による不正を助長させた分のなんてことを書いてたりしますじゃその行き過ぎた助言って全然新聞で書かないんだけどそれ何なのって思うじゃないですかそれなんか出てるんですここにね大学 <laughs> 新入組合の補助金不正適正受給,給等に関する報告書 大学新任組合補助金不正受給等検証委員会というの件にありまして、ここがまとめたレポートによりますと、じゃこの適正で、じゃ行き過ぎた助言って何なんだっていうと、えー、平成20年度に小規模な作業道ならばと発言し、小規模な作業道については改良すら知っていなくても、解説として申請を認めるとも受け取れる条件を当時の県の職員がやっちゃったと。どういうことかっていうと、 あの森林のね作業道を開ける補助金っていうのがあるらしいんです。でそういうものは当然ねちゃんとやんなきゃいけないんですよ補助,あの補助金もらうんだから道を開けなきゃいけないんだけど小規模な作業道ならそんなことしなくてもいいよとつまり架空の申請しろとそしたらそこに国の補助金突っ込むからと押し込むから県が責任を持って止まればやらなかったかもしれないけどそう受け止められかねない。 発言があったたとこれは行き過ぎた助言なんですよであんまり恐ろしい発言だから行き過ぎた助言としか書けないんですよ新聞もそんなおっかねえ話変えたらもう県民も激怒しちゃうからって思ったかどうか知らないけどでそれでねなんでそんな助言したかっていうとあのー、組合にね長野県は 干ばつやっっててくるよ言当時ほら有害鳥獣がね騒がれてきて熊なんか出てこまうっつってじゃあ干ばつしてねちゃんと見通しが利くようになれば熊も,もう里まで降りてこなくてそこでストップするだろうってことで干ばつ干ばつってことで盛んに言われてました。で県もね干ばつやってくれよって頼んだんだけどそこでのね言い方もすげえんだけど。 今の補助金では赤字で道など開けられず干ばつを進めることはできない、任務課に協力できないと、台北森林組合の方が言ったそうです。つまりね、補助金もらったって、道を開けるね、100%の金がつくわけじゃないんですよ。台北森林組合が自己負担する分が必ずあるんですね。だけど、その自己負担分なんかおだっち払えねえんだよって。 だから県がいくら言ったってその作業ど開けないし作業ど開けなきゃ干ばつの中できないんだから諦めておくんなっていうことを言われちゃったらしいんです。それで思い詰めてそのあまり行き過ぎた条件道開けたことにすればいいじゃんってその分金行くじゃんってそれを突っ込むよってそういうことをしちゃったらしいんですよね。でびっくりしませんこのストーリー。でこんだけのことがあったのにね県知事さんは もう何度も同じこと言わせんじゃねえよみたいな答弁を議会でしてるんですよ開き直りともね取られかねない県民ここまでなめられていいのかって正直思いますで長野県庁のね職員として本当にや職員じゃない元職員ですね元職員 OB として本当に恥ずかしい県庁職員自分で3億5000万円払うぐらいの気概もて